こんにちはタカさん。気になる男の第11話ですよねまあ11話っていうと私のこのキャッチボールシリーズの中ではまだなんか初日にまあ、10話とか20話やっちゃうんでまだゆっくりかなっていうところはあるんですけどもただタカさんの方から見るとね吉谷さんとのやりとりそしてナミさんとのやりとりっていうのがあるんでちょっとだけね今日はペースを落としてこの時間に変身動画を撮らせていただくことになりました。さあタカさあんいろいろと 自分のこんなところが気になってるんじゃないかなっていうような仮説を立ててスライドショーを作っていただきました。あの、それぞれに、そうだね確かにそういうところあるよねっていうのは、確かにあるんですよ。いや、ただね、私はね、もっともっと具体的なことが気になってるんですよ。うん。で、それは、うーん、まあ、何点かにまとめて申し上げましょう。タカさんが今ね、40歳前後だと思うんですよ。ジャスト40だというふうに聞いた気がするんですけども、ちょうど10年前、私が40歳の時に、 まさにインターネットってもの、パソコンっていうものに私は初めて触れ合いました。それまで10年近くマージャン店を経営していて、日々マージャンしか触ってなかったんですよ。いや、本当にね。タバコの煙が蔓延する中で、狭い空間、窓もないところで、マージャンをしながら、そしてマージャンの経営が終わると、営業が終わると、飲みに行って帰るのは3時4時と。まあ、そんな暮らしでした。まあ、言ってみれば遊び人にちょっと毛が生えたようなもんだったんですよ。 で、そのマージャン店の経営もプラスならいいんですけどもどうしようもないぐらいマイナスで結局は3,500万円ほどの借金ができてそれでもなおマージャン店を手放せずにだって他に転職先もなかったりですしね赤字だけども格好だけ店をやっているってところがねよりどころだったんですよ。そのまんまぶち壊れるまで走り続けようかなと思った時にインターネットで儲かるらしいっていうのをねお客さんから聞いて。 よし、じゃあやってみるかって感じでがむしゃらに始めて今日に至るんですよまさにね昨日始めたような感じで今日まで来てるんですよねうん当然 YouTube は当時環境悪かったんですけどもすぐに始めましたカメラを買ってきてそれで撮影しながらだったんですけどもまあ下手だったですね最初はねでも最初から顔出し,しましたそう考えていくとタカさんって10年前の自分の姿と重なる部分もあるんですよ それが一つ目の気になる姿です。10年後、どういうふうになってるんだろうか。私は3年で1億稼げるなぁと、インターネットビジネスを始めた初日に感じまして、で、実際1億円以上の1億3800万を稼ぎ抜いたんですよ。3年間でね。しかも、その間使ったのは、ほぼアフィリエイト、セルフバックだけです。まあ、PPC アフィリエイトっていうのは途中ではめじめましたけども、でもアフィリエイトで3年間で1億3800万。 いいや広告収入ってすげえなと思いましたよね多分私のインターネットビジネスのその人生の中で「所属が最大速っていう言葉がねこれほどまでに私自身の言葉に染みついたのはその時が本当に一番でしたね所属が最大速。これは即果塾の中にもある教えなんですけども一番最初一番モチベーションが高い時に最もやらなくてどうするってことなんですよで所属が最大速で一番の結果を出すと 第2歩第3歩はそのモチベーションのまま続いていくんですよねでも最初につまずいちゃうとペースを作るのにだらだらと時間が過ぎていってしまって結局やめてしまうってことが起きるんじゃないかなと思うんですよいや私はこの10年間そういう人の山のように見てきて実際人の心理ってそうだよなと思いましたねスタートダッシュをかますからその後も優位を保っていけるでも最初に遅れちゃうと取り戻すのは容易じゃないんですよね まあそんなことを考えました。そう。タカさんの今の暮らしを見ていて、暮らしというかね、活動を見ていて、私はね、10年前の自分を思い出したんで、重ねる部分があったんですよ。だからできれば、10年後のタカさんも見てみたいなと思ってます。気になるところ、1個目です。2つ目なんですよ。2つ目。気になるところの2つ目ね。うん。それはね、顔出ししない YouTuber。もちろんそれは、1つのスタイルですし、売り上げを作ることもできます。で、いいんですよ。 私もね、顔出しをしてないアカウントってあるんですよ。チャンネル登録7万人。で、毎月の収益が40万円前後。ずっと作ってくれてます。多分、高さんも YouTube を見てるんだったら、私の動画見てるはずです。ただ、これですよっていうのは絶対言いません。ね。私のもう一つの、ね、この、匿名チャンネル。これ、吉田さんもその存在は知ってるんですけども、これだって特定はしてないと思います。ね、私のね、顔出しししない YouTube チャンネル。 顔出ししてるるチャンネルよりも威力があるんですよはいそれでねなんで顔出ししない方を選んだのかなっていうのはちょっと理由を聞きましたまあご家族のプライバシーの関係がありますよねうんそこで私はねこう思うんですよサムネイルにもありますけども「男はつらいよ」っていうね私生まれのも育ちも勝飾柴又ですというふうにねこう見えを切ると言いますか仁義を切るところがありますけども 商売って自分が何者かを名乗るところから始まると思いますしなかなかね隠れながら名前を隠してやる商売ってなかなか思いつかないと思うんですよでもインターネットってものの中には匿名の方がうまくいくものもあるんですよね例えばアダルトなものねアダルトなやつってのは本名を明かすよりもむしろ匿名の方がいい都市伝説もそうです匿名であった方が謎めいた感じがしていいやつもありますちょっと前ですけども YouTube でナビーさんっていう方がね 仮面ををっって薄暗い部屋でで都市伝説を語るものがあったんですよねこのチャンネルはすでに閉鎖されてますけどもでそういうふうなねちょっとねですよ <laughs> でも基本的に商売ってコンビニに行ってもショッピングセンターに行ってもみんな顔出し名前出しで名札まで貼ってやってるわけですよねでしかもインターネットと違って手を出したら届くところにいるんですごく危険でプライバシーもさらしまくりだと思うんですよね で私たちユーチューバーってプライバシーってかなり守られてるんですよで。私はこうやって顔出ししてますけども、チャンネル登録が1万4000になっても、一時期みたいに1万5000人になっても、あユーチューバーだって声をかけられたことは全くありません。私は家族まで勝手に YouTube 出してますけども、何か害が起きたことはないんですよね。うん。そう考えたら、私はね、商売的には顔出しした方が有利なんじゃないかなとも思いますし、信用も得れるんじゃないかなと思いますし、 うん自分の身を隠してやる YouTube って難しいかもしれないし一ところでは隠してることによる不信も買うのかなと思ってしまうんですよねでもそういうことを、ね、きちんと認識した上でタカさんは覆、まあ、面 YouTuber をされてると思うんですよねだからそれも込みでこれからどういうふうにその一見不利な状態をこれから 有利に変えてていいいくのかなっていうふうなっうととこころろは見どころがあるなと思いますそうするとね顔出ししたくない人のこう先駆けにもなれると思うんですよですので私は顔出ししない YouTuber を全くね否定しないです自分自身もやってますから顔出ししてるるよよりも影響力あるわけなんですよそう考えたら是非ね頑張ってほしいなっていうふうな気になるところの2点目です顔出ししないことによってどのぐらい伸びていくのかなっていうふうにね気になってますよね で、3つ目なんですけども一体ねいくらぐらい稼ぎたいのかなってことなんですよ。ね、いくらぐらい稼ぎたくって専業でこの世界に入ったのか。いや私はね専業ではないんですよこのインターネット活動っていうのがリスクがでかいんですよ専業にするとうん。だから当時は赤字ながらもマージャン店をやりながらねマージャン店をやりながら。 その他の店舗とか不動産事業もありましたけども、副業でまずはインターネットの活動を始めました。そしてしばらくしてアフィリエイトも転売も、それから自分のね、スクール生を募集したりもしました。で、今はね、これ専業じゃなくて副業なんですよ。複数やってるんですよ。まずは FX やってます私ね。FX は自分でも稼いでるけども、FX オりガルヒっていう生徒さんも抱えてるんですよ。 これだから、一つの FX というカテゴリーでマルチにしてるんですよね。FX の収入もあるし、FX の教室での収入もあるし、受講料ですね。こういったものを二つでやってるんで、どっちかが潰れても全然 OK なんですよ。リスクエッジができてるかなと思います。それから、YouTube 活動ですけども、YouTube もさすがにね、これだけ活動してると、例えば私に YouTube を使う権利が一生与えられなくなりました。YouTube 使用禁止できんですってなっても、 多多分多くの方は久保哲郎でで検索すすると思うんですよ。そうした時に私の作ったブログの動画の貼り付け欄に微妙かなんかのね動画があるんで結局 YouTube じゃなくてももうすでに動画を見ていただける環境はあるってことなんですよねまあでもそこまでして私やるかどうか分かんないですけどねうんあとは資産を回しながら静かに暮らしていこうかなって考えになるのもなるかもしれませんしね はい、ちょっとね余談が過ぎましたけども、まあ、まとめてもう一回申し上げましょうか、うん、まず1個目はねあの10年前の自分の姿をタカさんに見たんでこれからどういうふうになっていくるのかちょっとね気になっているってことです2つ目はやっぱり YouTube って顔出しできるところがあの有利なところだと思うんですよ <laughs> せっかくのテレビですからねでもあえて自分が出ずにこう、覆面でやってらっしゃるそこにどんな活路を見出すのかはこれからね 楽しませてもらおうかなと思いますしできるんだったら私もね協力したいなと何かで協力したいなと思います、はい、でえー、まあ3つはね3つ目は顔そうですね売り上げどのくらい欲しいのかなってことですこの前は10月末に100万円っていうふうに言われてましたけども9月末も売り上げいると思うんですよそして11月も売り上げいると思うんですよはっきり言って私たちの商売毎月の収入が100万あってもこれね足りないんですよね もちろん75歳まで月収100万で行くんだったらいいと思いますけどもなるべく早く50代とか60代にリタイアしたいじゃないですか <laughs> そう考えたら100万だとねいろんな控除とかを考えると足んないんですよね退職金もないですしね場合によっては社会保険もないじゃないですか私の場合は1人会社作ってその会社で社会保険入ってますけどもでも本当にね会社の仕組みを作ってないと国民保険とかで すすごく保証が低いんですよねで家族も抱えてらっしゃると私の場合は社会保険だから家族も適用するんですよねだからものすごく手厚いんですよ私の場合は本当会社員の奥さんと子供みたいな感じなんでまあ年金もねそれなりですしね2階建て3階建てにできますしねでもフリーランスでこういう保証制度を使ってないと結構ね本当年齢ギリギリまでやんなくちゃいけなくって 結構それはそれでしんどいっていうかね。YouTube が好きなんで私はやれ,やれますけども。でも、どうですかね。なんかあと10年とか20年とか30年、YouTube っていう形で YouTube がありますかね。なんかもっともっとおブロックチェーンを使ったね、YouTube じゃないような動画配信とかになったりとか、うん、あと私は思うんですけども Google も別の会社に駆逐される日が来ると思うんですよ。Google っていうね、現代考えられる世界で一番の企業。 YouTube を含めてなんですけども必ずこここを追従しててするところが出てくるととろ出く思うんでですすよよこれ歴史の常ですよどんなに大きな会社も、うん、国破れてサンっていうかね過ぎ去る時が来ますからそれが10年20年30年以内にグーグルに入れ替わって何かが来るってことは考えられないかなと思ったらね考えられちゃうなと思うんですよねどうでしょうかね、まあ、ここはちょっと何とも言えないところですけども壮大な予測になりますけど だ今回の気になるところにはちょっと入らないですけどね。はい。というところでございました。あの、繰り返して、あのー、まとめて言いましたけどもね。まあ、そういったところを、タカさんを見ていくと、私も感じれるかなってことですよね。まあ、そのとこですかね。うん、まあ、あとはまた、雑談が長くなりますんで、今日はこの辺にしておきましょうか。 高さんありがとうございましたあの。いっぱい送っていただきました。そして長い動画私、全然大好きでございます。返信の方もね、しっかりと具体的に答えられたかなと思いますので、3点、今回はお伝えしてみました。まあ、気になることについて私、お話ししましたけども、タカさんがどうお考えになってるのか、別にね、あの難しかったなと思えば、あの返信の中に含めなくても OK ですんで、今のところこういう気持ちですみたいなのがあったらね、また気になる点ですから、私はね、聞いてみたいなと思いますし。 ただやっぱりこれから長い時間かけて活動する中で考えが変わったりとか進化したりとか一歩引いたりとかいろいろね変化しますんでね何も今回仮に何かお答えをいただいたからといってその答えでずっとね拘束するつもりもありませんし縛られる必要もないと思いますんで常にこう思いや形は変わっていいんじゃないかなと思いますよね。まあ何ににしてもこの気になる男シリーズがこう 続いていって、ナミさんにも広がったこと、なかなかね、私は楽しみにしてますよ、えー。ぜひね、セールス成功してもらいたいと思います。そのためには、タカさんをもっともっとひんむいていって、なるほど、そういう人のサポートを受けたいなっていうふうに思わせないといけないですよね。あ、そうそう。一個ね、ものすごく大事なこと言わないといけなかったですね。ものすごく大事なこと。これはもしかしたらタカさんが気にしていることかもしれませんし、気にしなければならないことかもしれません。それは、 次回の動画でお話ししますこれは絶対に忘れちゃいけないことですよそれではいってらっしゃい